私どもの会社はですね、創業が1652年、江戸時代のですね、貞応元年という年に会社が始まりました。ちょうど今年で創業370年となりますが、それまでもですね、江戸の昔からずっと組紐という技法をですね、用いてですね、いろいろなものを作り続けてまいりました。組紐というものはですね、日本で非常に独自に発展した工芸なんですが、その手作りのですね、技術、技法というものをずっと受け継いで、今までですね、すべてのものを手染め、手組みによって作ってまいりました。組紐という技術がですね、日本で独自に古くから発展した技術でして、一本のこう紐をですね、これだけ繊細にこう様々な色彩とデザインで作るという技術は世界でも類を見ないものなんですが、ただそれほどまだ世界には知られていない技術になります。現在の組紐と近いものはですね、やはりもう紀元前のもう5世紀とか6世紀とかそれぐらいの時代に中央アジアの中国の奥地の方なので作られたものが発見されておりますし、それ以前からもあったものだと思っております。中国で絹の生産が盛んになってきてですね、絹シルクによって作られた組紐というのがだんだん登場してきて、それが非常に美しく紐というものの中でも最も高貴なものという扱いになってきているんだと思いますね。そしてそれがシルクロードを伝わって日本に伝来してきたわけなんですが、その組紐というものが一番残っているのがですね、奈良の正倉院になりまして、その正倉院の組紐ですとか、それ以外にも日本中の寺社仏閣が所蔵している文化財工芸品のようなものに組紐が付随している、たくさんの組紐が日本に残ってるんですね。それをですね、私たちは明治の頃からしげく現地に通ってこう実物を調査しながらですね、その構造を一つ一つこう解き明かしながら、再現してきました。奈良の正倉院から始まって平安時代の組紐、鎌倉時代、室町時代、そして江戸時代の組紐と時代時代にですね、様々な特徴があるんですが、特に平安時代以降の組紐というのは、中国から伝来した正倉院の組紐をですね、さらに非常に複雑にいくつもの組紐をこう連結したりですね、複合していった非常に複雑な構造になっておりまして、長らくそういったものの作り方というのが謎に包まれていたんですけど、そのあたりを昭和の時代から平成の初期ぐらいまでを通して解析して再現できるようにしてきたと、そういったことをやってまいりました。歴史の研究からかなり今応用の段階に入ってきておりまして、組紐の組み方って実は何百通りも世の中にあって、ちょっと手順を変えるだけでどんどん新しいものもできてしまうんですけど、そういった歴史的なこう流れとか技術を踏まえずに作ってしまうと非常にこう安易なものがで、なんとなく紐状のもののようなものっていうのは結構できてしまうんですが、やはり非常にしっかりしたその有職のこの伝統といいますか、組紐の伝統を踏まえながら新しいものを作っていくと、また非常に重厚感のあって素晴らしい組紐が作ることができるのではないかなというふうに思っております。正倉院の古い時代の組紐にも良さがあるんですが、ただそこで満足することなくですね、それをさらにこう発展させていこうと思うところが日本人のやはり何て言いますか、その紐というこの非常に細い一次元の世界の中により複雑なデザインを入れていこうというふうに思うところが、やはり日本人らしさというところが非常にあると思いまして、時代が下るに従ってどんどん複雑で繊細になっていくんですね。私の考えるやはり組紐の魅力というものはですね、色彩の美しさ、それから柄の美しさ、そしてですね、細い一本の線の中にさまざまなこうデザインが入っている、小さい中にこう紐一本一本の独自の世界観が描かれている、そういうところがですね、大きな魅力の一つだと思いますね。またですね、組紐をこう見て楽しむだけでなくですね、実は作ることも非常に楽しくてですね、実際にこう絹糸に触れながらこう
カランカランカランっていうこう木と木がこう当たる音とか玉と玉が当たる音などを聞きながらですね、ちょっとゆったりした気持ちでですね、あの組紐を組む、この行為自体もですね、実はあの非常に楽しくて、かつ心がこう安らぐものでありますし、できるだけ多くの方にですね、海外の方にも組紐の魅力を知っていただいてですね、それを例えば海外の方にこういった用途に使ったら面白いんじゃないかとか、こういったこの美しさをここになんかこう例えば衣服の一部ですとか、いろいろな用途で使うということを逆に発見していただいたりとか、なんかこう日本国内にとどまらず、さまざまな用途で世界中にこう組紐の用途がですね広がっていけばいいなというふうに思っております。